ございます、のぶです。今日は11月27日朝8時29分です。今日は宜野湾市の宜野湾マリーナに来てます。おなじみの場所ですが、橋のとこですね、新しい道路のところです。ということで今日はちょっとこちらのインスタ360番 X、使用するために今シータ V で撮っております。最近あんまりシータ V の映像をお届けしてませんが、シータ V の映像今撮ってるのがシータ V です。すいません、ちょっと風邪気味で喉がおかしいのでちょっと声が枯れてますが、ご了承ください。ということでこちらのインスタ360番 X のお話なんですが、今日はタイムラプスについてちょっとお話しようかなと思ってます。タイムラプスなんですが、影がこちら側に持っていきます。タイムラプスの設定にしてるんですが、一応 5.7K で1秒1コマで30コマで1秒っていう映像ができるっていう状態にしてます。まあ、この状態なんですけれど、やっぱりタイムラプスはまあ基本、まあ、三脚とかにおいてじーっとして撮って周りの変わる風景を撮るっていうのは通常なので、僕がよく時々載せている移動しながらタイムラプスを撮るっていうのはさすがに無理があるなと思って最近思っております。ということでちょっとその映像を分かるようにこの場所で実際にタイムラプスで撮った映像を今からお届けします。それではどうぞご覧ください。前に置いてタイムラプス撮っていきたいと思います。いかがだったでしょうか。タイムラプスで撮影した映像でした。ということで今度は実際に普通に動画を撮ってソフトで、まあ、実際に1秒1コマでそれを30個まで1秒が出来上がるので、まあ、実際に言うと30倍速になるんですけど、普通に撮って30倍速にした時の映像と見比べてみてください。普通の映像を撮った場合スタビライザーの編集が効いて多分非常に見やすくなってるんじゃないかなと思います。それではそちらの方の撮影したいと思います。それと同じように前に置いて撮影したいと思います。ではスタート。いかがだったでしょうか。タイムラプスの映像と通常の早回しの映像、まあ実際にまだ見てないんですが、早回しの映像の方が綺麗なのかなと思ってます。移動しながらタイムラプスというのはちょっと厳しいのかな、まあ、車の車内に置いて固定して車内からまあ移動の様子を撮る、もしくはこういう定点で周りの景色の移り変わり、まあ、雲の移動とかそういうのを撮るのがタイムラプスには向いてるのかなと思っています。あと今先ほどはシータ V で撮ってましたが、同じような場所でインスタ360番 X を書いて撮ってるので、その映像もまた改めて見比べてみてください。今回映像は撮ってませんが、先ほどタイムラプスの早回しの映像はタイムラプスは 5.7K で撮影するので、早回しの映像も一応 5.7K で撮影しております。そして 5.7K、 うちが使っている編集ソフトが 5.7K まで対応してないので 4K になってしまいますが、そちらをご了承ください。4K と 4K の違い、以前撮影してアップしてそこにコメントを載せてますが、やっぱり 5.7K でそのままアップした方が全然綺麗ですね。細かいディテールが、細かいこういうやっぱり、まあ、石の感じとか細かい、まあ、そういう薬とかの感じがすごい非常に 5.7K の方が綺麗に出てるなっていうのが印象でした。まあ、顔とかの綺
綺麗さも全然違ったかなと思います。できれば 5.7 系でできる編集ソフトを導入して今後を進めていくことを期待したいと思います。当分はちょっと申し訳ないですけど 4K の映像でお届けします。今日のインスタ361X のお話は以上です。今日はまだ9時ぐらいなんですが、ちょっとそこって言ってもあれですね、宜野湾市のパイプラインという通り沿いにパイプラインコーヒーというのが数ヶ月前にできて、朝確か6時少なくとも4時6時ぐらいから確か開いてて、6時から開いてるようなコーヒー屋さんがあるみたいな、ちょっとそちら覗いてコーヒー飲んでいきたいと思います。それではそちらもおまけでお楽しみください。それではパイプラインコーヒーさん到着しました。こちらです。なんですが火曜日定休日でした。お休みでした。残念。ちゃんと調べろっていう感じですよね、前もって。ということで今日はせっかく来たんですがこのまま戻ります。それではさようなら。バイバイ。